ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ぶっちゃけた話をしちゃうけどさ、未確認生物って現在、どれくらいの個体が正体判明してるわけ？いきなりぶしつけな質問だな霊夢。どうしたんだよ、そんな質問して。いやー、最近未確認生物に関する情報を見すぎて、こいつら実際の正体は何なんだ？ってなったから。なるほどなー。まあ気持ちはわかるぜ。確かに未確認生物を見たら、正体が気になるよな。仕方ないから、今回は霊夢に面白い情報を教えてやるとするか。面白い情報？何を教えてくれるのかしら。未確認生物の中でも、正体が判明しているものだ。それじゃあ、今回は近年解明された謎の未確認生物について解説していくぜ。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを押してくれると、モチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、スカイフィッシュだぜ。スカイフィッシュ？空の魚？まあ、直訳したらそうなるよな。スカイフィッシュとは、長くて棒のような体で、空中を高速移動すると言われている、未確認生物だぜ。海外なんかでは、その棒状の形から、フライングロッドと呼ばれているそうだ。へえ、何よこれすっごく不思議な形してるわ。こんなんが本当に空中を飛んでいるの？スカイフィッシュが空を飛んでいるところは、肉眼ではとても視認することはできない。なんたってこの生き物の移動速度は、時速280キロを超えているからな。280キロ？どんだけ速いのよ？車なんかよりもずっと速いじゃない。しかもスカイフィッシュはそのスピードで移動しながら何かにぶつかることは決してないようだ。1995年、とあるビデオ編集者がたまたま仕事中にビデオ映像をコマ送りしていたら、このスカイフィッシュを見つけたのが始まりなんだそうだぜ。映像のコマ送りでようやく確認することができるが、そのスピードの速さから、肉眼で見たことのある人はもちろん、捕獲に成功した人は一人もいないようだ。すごい未確認生物がいたものね。こんな生物が存在していたなんて。とは言っても、霊夢よ。今回のテーマは正体が判明した未確認生物。このスカイフィッシュの正体も判明しているというわけなんだぜ。そうだったわ。このスカイフィッシュ、正体は何なの？スカイフィッシュの正体は、ズバリ、ただの虫だったみたいだぜ。嘘でしょマリサ？そんなすごい生き物感があるのに、ただの虫？どうやら、ただのハムシが高速移動しているように見えて、その残像がスカイフィッシュの形に、見えているだけだったようだぜ。何よそれ、なんだか拍子抜けしちゃうわねー。まあ、最初に発見されたのも1995年。カメラの性能も現代に比べてまだまだだしな。それから技術が進歩して、より鮮明にスカイフィッシュの画像を解析したところ、こいつはただのハムシだってことが判明したようだ。ちなみに、小さなハムシでも高速で移動した結果棒状の姿に見える現象のことを、モーションブラー現象というらしいぜ。そういう現象にもちゃんと名前が付けられるようになったのねー。すごいわ。というわけで、スカイフィッシュはただのハムシだったということだ。他にもどんどん正体が判明した未確認生物を紹介していくぜ。続いて紹介するのは、世界各地で見かけられる漂着系の未確認生物だぜ。今回発見された生物は、静岡の海岸に打ち上げられていた生物だな。ほう、静岡で打ち上げられていた生物？一体どんなのかしら？こいつだ。目らしきものがどこにもない、あと中途半端に毛があって、なんだか、キメラって名前を付けるのが一番いいような見た目をしているわ。漂着してきた生物ってのは大抵、見た目が元の生物を大きく変わっているものだが、この謎の猿のような生き物は、目のような部分が確認できないというところから、何の生物かまるでわからないということで、未確認生物という扱いになったようだが、この生き物は、もう死んでるのよね？そのようだぜ。第一発見者はサーファーらしいが、この死体を発見してからその場を立ち去ると、1時間後にこの生き物の死体は消えていたらしい。消えた？一体どこ行っちゃったの？それはちょっとわからないんだよな。波にさらわれたのか、この生き物の存在が、バレるとまずい人たちが、連れて行ったのか、謎は深まるばかりだぜ。でもマリサ、この生き物もしっかり、正体が判明しているわけでしょう？その通りだぜ。それじゃあ正体を明かしていくぜ。この生物の正体は、ハヌマンラングールである可能性が高い、ということらしいぜ。ハヌマンラングール？ちょっと聞いたことのない生き物ね。どういう生き物なのかしら？ハヌマンラングールは、とてつもなく尻尾が長い猿だぜ。白くて美しい毛を持っていることから、神の使い、なんて呼ばれ方もしているらしいな。神の使い、なるほど、そう呼ばれるに足る、美しい見た目をしているわね。でも、そんな名前の生き物、日本にはいないでしょ？どこの生き物なのよ？
ハヌマンラングールは、インドア大陸全域と、スリランカに生息しているらしいぜ。日本に流れ着く可能性は確かに低いが、まあゼロではないし、事実として日本の海岸に、流れてきているわけだから、世の中って不思議だよなー。でも、いきなりこんな生き物が海岸にいたら、そりゃあ未確認生物を疑ってしまうわよ。私だったらすぐにどこかの研究施設に持って行って、みっちり調査をしてもらうわ。お前はなんというか、いろいろたくましいな。続いて紹介するのは、ジャージーデビルだぜ。ジャージーデビル、なんかどこかで聞いたことあるような名前だけど、なんだっけ。ジャージーデビルはその名の通り、アメリカ、ニュージャージー州で発見された、悪魔のような見た目をしている生き物だぜ。悪魔のような見た目とは言うが、その姿は馬や羊のような頭に、コウモリの翼が生えていて、さらに胴体は黒っぽい毛で覆われている、といった感じだ。なんか怖いわ、悪魔って名前がついてるだけあって、何か悪さとかするのかしら。どうやら、ジャージーデビルは人間を襲ったりはしないが、家畜を襲ったりはするようだ。あら、それじゃあ結構危険な生き物ね。でも、この生き物も正体が判明してるわけで？まあな、一応これだろう、という生き物は存在するから紹介しておくことにするぜ。ジャージーデビルの正体、それは、この生き物だ。こっぱ、何この生き物？この生き物の名前は、ウマヅラコウモリ、その名の通り、馬のような顔をしているコウモリだ。いやいやいや、馬っていうかもう完全に悪魔の顔してるでしょ。これがジャージーデビルの正体ってこと？確かに、馬の頭にコウモリの翼。聞いてた話通りの見た目はしているわね。しかしなぁ、ウマヅラコウモリに関しては、私はちょっと物申したいところがあるんだ。物申したいところ？一体何よ？このウマヅラコウモリなんだけどな。アメリカには生息していない生き物なんだよ。え？生息地はアフリカ大陸北西部。間違ってもアメリカに飛んでいくような。飛行能力は持ち合わせていない。まあ、密輸されてきた可能性は否定できないが、そうだとしても、ジャージーデビルの目撃情報では、ジャージーデビルは体長1メートルを超える化け物のはずなんだ。ウマヅラコウモリの体長はせいぜい30センチ。とても同じ生物とは思えない。それじゃあ、ジャージーデビルの正体、わかってないじゃない。しかし、これほど見た目が一致しているケースも他にはないからな。便宜上、ウマヅラコウモリイコールジャージーデビルという定説ができているようだぜ。できればこれこそが真のジャージーデビルだ。っていうようなすごい生物に登場してほしいけど、現状がそれなら仕方がないわね。続いて紹介するのは、パナマクリーチャーだぜ。パナマクリーチャー、なんだか聞いたことあるわ。どんな生き物だっけ？パナマクリーチャーもその名の通りだな。中米と南米のちょうど真ん中の国、パナマで、発見された、謎の生命体のことだ。とりあえず、画像の方を先に見せておくかな。これがパナマクリーチャーだぜ。見たことある。何なのかしらね、この気持ち悪い生き物は。ツルツルの肌に、やたらと小さい頭、それと、異様に膨らんだお腹。見れば見るほど、どうしてそんな見た目に？っていうツッコミを入れたくなる生き物だわ。これもさっきの静岡の未確認生物同様、水に長時間浸かっていたことで、姿を変えてしまった生き物なわけだが。あ、そうなの？それじゃあ、これも意外な正体が判明するのかしら。どうかな？それじゃあここは一つ、霊夢に、どんな生き物なのか当ててもらおうかな？急にそんなこと言われても、わかったあれだ。人よ、人が漂着した時の姿よ。そんなん見つかったら大事件だわ。正解は、この生き物だぜ。この生き物ってもしかして、怠け者？そうだ、怠け者だぜ。さっきの生き物は、怠け者が漂着して、毛が抜け落ちた姿だってわけだ。嘘よ、怠け者ってあんなにもお腹が膨らんでないでしょ？お腐の膨らみはおそらく、死んだ時の腐敗ガスが中に溜まってしまったんだろうと言われているぜ。それに、さっきの生き物が怠け者であると証明する方法が、ちゃんと存在するんだぜ。何よ、証明する方法って。さっきの未確認生物の手の部分を見ればわかる。手の部分には爪が一本しか存在していないんだ。そして私がさっき見せた怠け者の画像、爪は何本だった？一本しかないわ。ということで、さっきの生き物は怠け者であることが証明されているというわけだ。なるほど、そういう特徴からも何の生物なのか確認できるものなのね。勉強になるわ。まあ、実際どの生き物もこうやって特徴が残っているわけじゃないけどな。特に特徴的な毛が抜け落ちてしまっている生き物の正体を暴くのは一苦労みたいだ。さて、それじゃあ次の生物を紹介していくぜ。今回は、このチャンネルで何度も登場している人気ユーマ、レイクに関する情報だぜ。え？レイクって、人型ユーマのあのレイク？そう、そのレイクだ。あのレイクに関して、正体が判明している、という、
情報もあるので、未確認生物ファンとして、事実は事実として伝える必要があると思い、今回紹介させてもらうことにしたぜ。そんな、レイクが正体判明してるって？とりあえず、話を続けていくことにするぜ。レイクはもともと、匿名のハンターがアメリカのテレビ局に、山道の監視カメラの写真を送ったことで、存在が認知された生き物だったんだが、その監視カメラで撮影されたレイクの写真を、解析した人がいたらしいんだ。写真の解析を行った結果判明したのは、あの写真、合成の可能性が高い、ということらしい。合成ですって？レイクが？この画像を見てほしい。フォトショップを使った後のような、周りの風景を黒く塗りつぶした跡があることが認められる。それを色彩加工してわかりづらくしてあるような形跡が確認できたようなんだぜ。それじゃあ、レイクは存在しないってことが、確定してしまったってこと？いや、霊夢、それに関しては、早合点だと思うぜ。でも、この写真は合成写真だってわかったんでしょ？だったらやっぱりレイクなんて存在しないんじゃ。それじゃあ、この謎のクリーチャーの画像は、一体どこから拾ってきたんだろうな？いくら編集者でも、こんなクリーチャーの画像を作ることはそう簡単なことではないだろう。もしかしたら、本当に謎のクリーチャーの写真を撮っていて、わかりやすくするために、フォトショップを使っただけかもしれないだろ？無理筋な捉え方だと思うけど、でも、夢を捨てない限り、レイクは存在しているのと同じようなものだしね。諦めない心が大事だわ。次に、宇宙人とおぼしき生物の正体について、紹介していきたいと思うぜ。宇宙人まで正体が判明しちゃってるの？それはなんだか、夢が壊れるような。嫌なら話さないけど、いいのか？いや、やっぱり気になる、教えてちょうだい。それじゃあ教えていくぜ。宇宙人となると、様々な種類の宇宙人が、これまで目撃報告されてきたわけだが、大抵の場合、本物かどうか疑われてきた。まず一つ目の宇宙人の画像だが、すでにミイラ化していて、すっかり乾燥しきっているものだ。このミイラを持っていた家の主人は、ある日車の火災事故で亡くなってしまったらしい。なんでも、宇宙人からの復讐なんじゃないか？みたいな噂もされたみたいだぜ。コッパ、遺体を持っていたってだけで、復讐なんかしてくるの？別に直接手を下したわけじゃないんだから、許してほしいわよね。他にも、調査隊が宇宙人の遺体を持ち帰り、調査をしている様子もいくつかあるようだ。この画像なんかは、宇宙人の遺体をがっつり調べているよな。ここまで調べているんだったら、確かに宇宙人の正体も判明しそうね。さて、そんな調査を重ねられている宇宙人だが、イギリスのとある番組で、ついにミイラ化した宇宙人の高度な DNA 検査が行われたらしいぜ。おお？テレビで取材しながら調査したってこと？それなら宇宙人かどうか、白黒はっきりつくわね。そういうことだ。というわけで、この宇宙人の正体が何なのかの調査が行われた。そしてその結果判明したのは、宇宙人の正体は、マーモセットだということだ。マーモセット？これまた、あまり聞かない名前の生き物が登場したわね。マーモセットは、ブラジル北東部にある熱帯林に生息している猿だぜ。そのサイズは25センチから30センチ。まだ子供の体だと、手のひらに収まるほどだぜ。ほんとだ、かわいい。こんな生き物が、ミイラ化するとあんな恐ろしい見た目になるの？そうみたいだな。さらに、イギリスのテレビで取材を受けた研究者に質問したところ、その研究者は、ミイラが宇宙人のものではないことを認めたらしいんだぜ。何よそれ、それじゃあ詐欺じゃない。まあな。マーモセットの遺体は、以前働いていた動物園で仕入れたものらしいぜ。その遺体に加工を施して、まるで宇宙人かのような見た目にしていた、ということらしい。なんか、許せないわ。売名なのか知らないけど、命を冒涜しているように感じちゃう。気持ちはわかるぜ。わざわざ動物園から遺体を引き取ってまでやることか？とは思う。ただまあ、私としては今回のニュースは少し安心したぜ。宇宙人ってのは、もっと未知なる存在じゃないと、いけないからな。今回の宇宙人は偽物ってわかっただけよかった。まあ、そう言われたらそうかもしれないわね。でも、できれば宇宙人の正体も、いつか知りたいわ。最後に紹介するのは、オゴポゴだぜ。出た、あのよくわかんない名前の生き物。オゴポゴは、カナダのオカナガン湖で発見されたと言われている、水生の未確認生物だぜ。その体長は15メートルほど、頭部は60センチほどで、水面にコブを出している姿が、よく目撃されているということだ。でも、オゴポゴって確か未だに正体がよくわかっていないんでしょう？噂では、古代の恐竜の生き残り、なんて説も出ているんじゃなかったかしら？その説も確かに存在しているが、オゴポゴの正体はどうやら、もっと可愛らしい生物の可能性があるようだぜ。もっと可愛らしい生物？一体何かしら？その生物というのは、
大群で集まるとより可愛らしさを演出してくれるが、遠くから見ると、確かに大きな一体の生物に見えてしまうような生物なんだ。もう、もったいぶってないで、早く教えてよ。それじゃあ、その生物を教えるぜ。オゴポゴの正体、それは、大量のラッコだ。ラッコ？本気で言ってる？とてもそうとは思えないんだけど。まあ、信じられない気持ちもわかる。しかし、実際に大群になったラッコを見てみてほしい。ああ、確かに遠くから見たら、もしかしたら巨大な生き物に見えるかもしれないわね。そうだろう？まあ、ラッコの大群だ、ということで確定したわけではないが、この説はそれなりに信憑性がありそうだぜ。ふーん、巨大な生き物だと思ったら、実はラッコの大群だった、なんて、なんだか可愛くてほっこりしちゃう話ねー。確かにそうだよな。でも、もしかしたら世の中に点在している、巨大な未確認生物の情報も、ほとんどは小さい生き物の集合体なのかもしれないぜ。でもそれはなんだか夢がなくなるから嫌だわ。できれば未確認生物は、基地の生物ではないままでいてほしいもの。まあ気持ちはわかるけどな。今回紹介した生き物以外にも、すでに正体が判明している未確認生物は、数多くいるようだぜ。まあこれだけ多くの未確認生物がいるわけだし、正体が判明しちゃうのは仕方ないかもしれないわね。でも、できれば私はすべての未確認生物が、正体不明のままであってほしいと思っているわ。わかったわかった。それじゃあ、なるべく正体が明かされないよう、お前も保護活動とか、やってみたらどうだ？いや、でもなんだかんだ正体が判明して、おお、こういう生き物なのか、っていう、感動を味わいたいっていう気持ちもあるわね。お前は本当にわがままだな。別にいいけど、正体が判明してほしいのか、欲しくないのか、どっちかにしろよ。どっちも、半々ってことで許して、本当にわがままなやつだぜ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。